これでサックス最後なんで外しました。あ、さっぱりした。あのさ、マッキーさ、あの、とか言って、ありがとうございました。あのね、手伝っていただいたんですよ。よかったでしょ。はい、はい、ありがとう。電話の感じ出ましたか。モノマネ下手くそだな。でもうちょっとなんかない。なんか交通事故起こしそうだけど、ということで、これで、次の曲を持って最後になるんですが、今日は本当にね、皆様、あの12月のね、お迫ったさなかに遊びに来ていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございました。小原さんはじめ、あのたくさんのスタッフの方手伝っていただいて本当にありがとうございます。それから、あのメイク京子さんがメイクをしていただきました。ありがとうございます。本当にかけちゃんのお友達です、そんなこともありありの、いろいろありますがね、あの、私お茶の先生をしてるんですよ。私何者なんだかよく分からない、いろいろやってるんですけどね。そう、お茶の茶道の先生をしていて、で、あの12月のね、茶道の掛け軸の言葉に、無事これ起任っていう言葉があるんです。それね、無事、何事もない無事ね。で、これこれこれっていう、せっていう字で、起任は、ま、あの尊い人って書きます。起人じゃなくて起任と読みます。で、前後なんですけれども、前週の言葉なんですけれども、あの、まあ、今年1年何事もなくてよかったねというような意味で使います。で、ね、皆さんもね、今年1年無事に、ね、過ごせて、またいい年にしましょうねというような、気持ちを持って、あの今日もね、あのお帰りになる時ね、そんな気持ちで帰っていただけたら嬉しいなと思います。では、最後にお届けするのは、去年、3人のクレオパトラの中でも歌わせていただいたんですが、私がそうですね、昔、97年頃かな、1997年頃に作詞作曲した曲なんですが、あのいろんな方に気に入っていただいて、なんでこれヒットしないのかな、なんでこうメジャーになれないのかななんて思ったりするんです。私、そう、ジョーネクタイの話が出て、私ね、紅白におばあちゃんが生きてる間に出るのが夢だったんです。で、小さい頃、ずっと小さい頃から。で、なかなか機会に恵まれず、おばあちゃん死ぬに死ねなくて、今101歳。いや、ほんと、ほんとなの。80歳に今、ローズホームに入って、今年入っちゃったんですけど、1年前の今頃は、まだお家のことができてたんです。全然、あの生活して普通に、あの歩けたんだけども、ちょうど今年の1月に、あの風邪をひいて寝込んでしまったら、もうちょっと起きれなくなってしまって、もうそこからずっと寝たきりの状態になって、今は老人ホームにいるんですね。まあ、ちょっとあの体調もいろいろあって、あの医療科学のついたあの老人ホームの方にお世話になってるんです。で、そうと死ぬに死ねないのに101歳。でもなんかお見舞いに時々行くんですね。今日サックスだろうから本持ってきたよとか、なんか写真集持ってきたよとかって会いに行くんだけど、すっごいなんか、あ、行くために元気になっていて、でこう、ね、私も歩く練習したらお家に帰れるのかしらなんて、ね、言うんですよ。まあ長生きは何よりなんですけれどもね、あのおばあちゃんがあと何年生きるだろう、その間に私の夢は叶うんだろうかっていう、なんか条件つけなきゃよかったねと思って、じゃあ、最後になります。スローバラードお聴きください。時が止まればいいと思った、あの夜の出来事が胸によみがえるたびに目を閉じてしまう。あの優しさを信じていたい、手のぬくもりと、本当は私ではない、誰かを温めていること分かっていた。
Thank you.